渋野日向子選手が涙を浮かべ、スコットランドで行われたリスプスハンダスコティッシュ女子オープンの初日を途中棄権したニュースは、ゴルフファンにとって衝撃的な出来事でした。この出来事は、単なる棄権という事実を超え彼女の肉体的、精神的な苦悩がいかに深いかを物語っています。突如訪れた痛みの恐怖とその背景。渋野日向子選手は10番ホールからスタートし、順調な滑り出しを見せていました。しかし、11番ホールのバーディで一瞬の希望が見えたものの、12番ホールではボギー、13番ホールではダブルボギーと、不調の兆しが見え始めました。その後、14番ホールのティショット直後に突如として左股関節から臀部にかけての痛みに襲われ、その痛みは彼女の集中力を奪い、さらには恐怖心を抱かせるほどのものでした。この痛みは朝の練習中に突然現れたもので彼女自身も急に来たからびっくりしたと、その時の驚きを語っています。渋野日向子選手は、その痛みが脳裏に焼き付き、ショットを打つたびに痛みを感じ、踏み込むことさえできない状態に陥りました。このような状態でプレーを続けることのリスクは非常に高く、最悪の場合、選手生命に関わる可能性もありました。棄権に至るまでの葛藤と決断の重み。5ホール目のティショットを打った直後、渋野日向子選手はついに同伴競技者に棄権を申し出ました。その際彼女の目には涙が溢れており、この決断がどれほど苦しいものであったかを物語っています。彼女は、このままやっているのも怖かったと心境を吐露し、プレーを続けることへの恐怖心が彼女を支配していたことを示しました。この決断の背後には彼女自身の体調を第一に考えた結果としての賢明な判断がありました。しかし、その一方で、メジャー大会での活躍を期待していたファンや、自身の目標に向かって進む彼女の姿勢に対する葛藤が彼女の心を揺さぶっていたことでしょう。専門家の見解、スイングフォームと故障のリスク。渋野日向子選手のスイングは、そのダイナミックな動きと力強さで知られていますが、一部の専門家は以前から彼女のスイングが股関節や臀部に過度な負担をかけている可能性を指摘していました。あるゴルフ解説者は、渋野日向子選手のスイングは、体重移動が大きく、左腰を高く使うバンプスイングに近い。このフォームは見た目には力強く映りますが、下半身にかかる負荷が大きく、故障のリスクが高い、と述べています。特に、股関節周辺に痛みが出た場合、ゴルファーにとっては致命的な問題となることが多く彼女の今後のパフォーマンスに深刻な影響を及ぼす可能性があるとの懸念も示されています。また、同様に股関節や臀部の痛みを経験した他のアスリートたちの事例も引き合いに出され、今回の痛みが一時的なものであることを祈る声が上がっています。ファンの反応、渋野日向子への期待と不安。渋野日向子選手が涙を浮かべながら棄権を申し出た瞬間、彼女を応援するファンたちの間には大きな動揺が広がりました。多くのファンが、彼女の苦しみが画面越しに伝わってきて、見ているだけで辛かった、痛みと戦いながらの決断は彼女にとっても非常に苦しいものだったに違いない、とその心情を察するコメントを寄せています。さらに彼女が棄権を決断した際、マネージャーがそっとウィンドブレーカーを頭からかけてあげた光景が印象的だったという声も多く、渋野日向子選手が泣き顔を見せないように配慮してくれた。その優しさが胸に響いたとの感想が寄せられています。一方で、次週のメジャー大会 AIG 女子オープンに向けての懸念も多く上がっています。股関節の痛みが長引くと、前衛でのプレーにも影響が出るかもしれない。無理をして出場するよりも、まずは体調を整えることが最優先だ、という意見が大勢を占めており、彼女が今後どのように体調を整えていくかに注目が集まっています。一部の専門家は彼女が早期に回復し、前衛で再び輝かしいプレーを見せてくれることを願っている。しかし、無理をして出場することは逆効果になりかねない。渋野日向子選手自身がどれだけ自分の体を理解し、無理のない範囲でのパフォーマンスを発揮できるかが鍵となるだろうとコメントしています。また、ファンからも、今は体を最優先に考え、無理をしないでほしい、渋野日向子スマイルが再び見られる日を待っていますとの温かいメッセージが多く寄せられています。彼女の復活を願う声が多い中、渋野日向子選手自身も少しでも痛みがなくなればいいなと語り、慎重に体のケアに努める姿勢を見せています。渋野日向子の未来慎重なケアと再起への道。今回の痛みが一時的なものであれば彼女が再び元気な姿でコースに立ち、ファンに笑顔を届ける日が近いことを誰もが願っています。
しかし、その一方で、無理をせずに体調を整え、しっかりと休養を取ることが最も重要であるとの意見が大勢を占めています。渋野日向子選手が次のステージで再び輝くために、今は体のケアに集中し、万全の状態で次の大会に臨むことが期待されています。多くのファンや専門家が彼女の早期回復を願い、再びその笑顔と力強いプレーを見せてくれる日を心待ちにしています。渋野日向子選手の未来は、今まさに彼女自身の手にかかっており、次のステップをどのように進むかが注目されています。彼女が再びゴルフ界に輝きを取り戻し、ファンに感動を与える日が来ることを、誰もが信じて疑いません。